吉田さん、いろんな相談事をいただくんですけどもね、ここのところちょっとそのやり取りが進展しないのがやっぱりこれがあるんですよ。お金のことで相談いただいたんで、じゃあ、ビジネスをしてね、私はビジネスを教えている立場ですから、商品作って集客して販売する、それで稼いでいきましょうっていうふうにお話ししますね。それでも素直にね、じゃあどんなビジネス行きましょうかって言うならいいんですけども、やっぱ仕事しないといけないですか、そういうのなくてなんかないですかねみたいな来るんですよね。要するに何もしないんだけども口座にお金が振り込まれるとか、こうメールを打ったらどっからともなくお金が入ってくるとかね。これ言ってみればね、常識的な考えだと思うんですよ、私ね、吉谷さん。常識人の考え、なんか不思議なんですけども、私は吉谷さんって非常識な生き方してるように見えるんですけども、ごく常識的に何か問題にぶつかって困ってる人にその解決方法を情報提供して提案して対価をいただくってことを繰り返してるんですよね。だから問題解決できるかどうかは本人の力量もあるんですけども、じゃあこういうことなんですよ。みんなの銀行でいいですよ、最近だったら。みんなの銀行っていうのは、すごく簡単に、誰も迷惑かけずにお金が稼げる方法じゃないですか。で、登録したその日に1000円入るわけですよね。で、そして自分の紹介コードを広げていくと、どんどん1000円、2000円、3000円、5000円、1万円と稼いでいけるわけなんですよね。このね、商品はすでにできていて、参加した人が必ず儲かって、広がりやすい仕組みはないんですけどもね。でもこのみんなの銀行を紹介すると、最初の1000円はゲットするんですよ。で、終わりなんですよ。で、儲からないって言うから、これ誰かに紹介しました、紹介してませんと。 YouTube もやってないし別にとか。なんで YouTube をやらないと儲からないって話になるんだと思いますよね。別に隣の人にこれアプリダウンロードして、これ紹介コード入れてって頼めばいいわけですよね。そしたらそんな人いないって言うんですよ。それは今までのその人の人生がそうしてるんで、私に言われてもなと、私の知り合いをはいどうぞってわけにもいかないんでね。だからじゃあこれから知り合いを作っていきましょうというよりも、このみんなの銀行というすごいお得なアプリで1000円ゲットする方法を知らせていくことによって知り合いってできませんかってことだったり、で、教えてあげた人が、確かに1000円入るじゃん、すごいねっていうことによって信頼関係ができていって、今度別の案件をその人に紹介できたりとか、別の付き合いが始まったりするっていうふうに考えればいいんですよね。これ私ね、お店をオープンした時って、例えば別に知り合いなんて来ないじゃないですか。来た人から知り合いになってくわけですよね。だからね、なんていうんですかね、常識的な考え方をする人はすぐ行き詰まるんですよね。で、私たちは非常識な生き方をしてますんで、非常識な考え方をしてると思われがちですけども、ごく当たり前のことですよね。呼びかけていって紹介してやってもらうと、それだけなんですよね。じゃあこの決定的な違いは何かっていうと、常識人っていうのは待ってれば月末にお金が入るっていう暮らしをしてきちゃったんですよ、ね、子供の頃は月に1回お小遣いの日が来る、黙っていれば朝食、昼食、夕食が用意されている、ね、これ常識的な生き方をしちゃうとこうなんですよ。でも非常識な人生をつかむ人って、自分がやらないと何も動かないってことをね、知ってるんですよ。だから自分が商品を作って、自分が集客をして、自分が販売をしないと金にならないと思ってるんですよね。自分で買い物に行って、自分で調理して、自分で皿に並べないと朝食すらそこに並ばないって知ってるんですよ。どうですかね、私は吉谷さんっていうのは自分の足で住む土地を選んで、自分の手で契約をして賃貸借りて、自分でショールームに行って、自分で車の契約をしてね、で保険とかかけて、で金ないな、やばいなと思ったら、せっせと自分で商品作って、自分の
持ちうる限りの集客をしてそこに販売すると、なんかすごく当たり前のようなことをしてるつもりなんですけどね。だから常識に縛られた犠牲者っていうのは、みんなと同じようにやってればみんなと同じような人生が待っているというレールのもと、自分で何かをするってことを置き去りにしちゃったんですよね。だから自分で何かビジネスやりましょうって言ったら、経験がありませんとかね、 YouTube できませんとかね、なんだろうなと、別に YouTube じゃなくていいよと、じゃあ近くのコンビニバイトに行ったらとか言って、いやそういうんじゃなくてとか言って、どういうんだよみたいなね、確かにね、何もせずにお金をこうね集める方法ってあるんですよね。でもお金に関して初心者の方、ビジネスの初心者の方はそうはいきません。まずは商品作る、集客する、販売する、これを繰り返してベテランになっていったら、何か特別なことをしなくても自分のライフスタイルそのものがビジネスになるわけですよね。何をやってもお金になると。で、私がすごくそれを実感したのが、私がねいろいろ申し込みがあって、じゃあすぐ会いましょうかって言ったら、久保さんに会うのにいくらかかるんですかっていうふうに言われることなんですよ。もうすでに私は一緒に会って時間を共有することに対して、久保哲郎というコストがかかるお金の支払いが必要になってくるっていうふうに思っていただいてるってこともあります。でも実際私は、まあ、コンサルといえば聞こえがいいですけども、ただ雑談をするだけですよ。こうなんじゃないの、ああなんじゃないのっていうふうに差し出がましくアドバイスするだけ。これをかっこいい言葉で言ったらコンサルとか言うわけですよね。だから多くの人はお金を払わないと私と会えないと思ってますけど、全然そんなことはないですからね。いや、そういうような感じでね、常識と非常識っていうのはなんかまるで逆なんじゃないかなと思うんですよ。私は自分でやらないと何も始まらないっていうふうにごく常識的なことを考えて生きてると思うんですけどね。どうなんですかね、多くの人、いわゆる常識多数派と言われてる人は、月末に自動的にお金が入ってくる、ビジネスをしてお金を稼ぎましょうって言ったら、いやそういうんじゃなくてとかね、ちんぷんかんぷんですよ私にとってみたら何なんですかね、もうね。でしかもビジネスの塾のね、こうすいません、統括主催に対してビジネスを聞きに来ないっていうのはどういうことなんだともう困ったもんですよね。まあ行ってらっしゃいです。